はようございます、エメリンことまつみです。今日は寝起き直後に即くら寿司食べ放題朝ごはん楽しみだよね、お語りワクワクドキドキ企画です。10時半に起きたので、あら、まだ起きてから30分ですね。男とも最近あんま聞かないですよ。確かに、本当昔学生時代にめっちゃ家近い子が起きてから30分以内だけどセーフみたいなやつですよね。はい、それやってるんですよ、29歳。だからもうこんな感じです。今日はにしては仕上がってます。口紅塗りました、タクシーの中で。今日です、くら寿司です。好きなんですよ、くら寿司。くらぽんもあるし、原宿の店舗に今日撮影協力お願いしてるんですけど、ね、結構おしゃれ店舗なので、はい、ビッグラポンもなんかオーガニックみたいな。オーガニックビッグラポン、オーガニックビッグラポンですね、うん、私が知ってるビッグラポンはもっとなんかビッグラポンって感じなんですけど、確かにこれは結構ビッグラポンみたいな感じで。前回はヒカルさんとてんちむちゃんが来ましたよ、ね、ドッキリ企画で。その時にドッキリっていうのはお寿司結構食べてうまっってなったんですよ。結構しかもシャリ少なめとかできるし。そうなんですよ、自由に頼みます。ここからくら寿司を、はい、とりあえず極み熟成まがい、こちら行きます。シャリハーフにさせていただきまして注文する。ピンポーン、特盛マグロ軍艦絶対美味しいよこれ。見ました、サイレントドラマ。見てないです。絶対見た方がいいですよ。昨日仕事現場の人がなんか喋ってるの見ました。やばくて今もうやばいんですよ。早っ、はい、同じ反応し合いましたけど絶対美味しいじゃんこれ。美味しそう。ファーストクラス席いただきます。こちらにね、隠し扉が、ほぼ個室ですもんね、こう閉めたら。そうですよね、全席こんな感じになってるから。あ、そうなんだ。私もこの間撮影できた時びっくりしました。原宿はやっぱすごいな、心がいっぱいなんですよ今。胸がいっぱいですよね。サイレントも見てきたから。しかも最近自律神経ガタガタなんですよ私。測れるやつあって、自律神経を測りに行ったんですけど、通常がこう、私ですこんなんでした。怖っ。グラフから見えるぐらいの正常と比べた時の怖さがやばかったです。なんか、私こんなガタガタみたいな。原因は分かってるんですよ、規則の生活あるあるですよね、現代人あるあるです。僕らの仕事的にしょうがないというか、まあね、まあね、毎日決まった時間に起きることがいいことなんてのはもう分かってるんですよ、言われるじゃないですか、はい、規則正しい生活を心がけていただいて。いや、それは分かってる、それができるならしてる。それができないんですよね。それ以外で何かできませんかっていうね。そう、うん、頂戴いたします。あ、なんてやつ。うまっ。美味しいですか。めっちゃ美味しいわこれ。そういう感じ、一気にまず止まりますね、とりあえず。はい、うんまっ。ちょっとお値段高かったけど、その分ちゃんと美味しい。というわけでいろいろ届きました。エマモリマグロ軍艦でしょ、はいはいはい、炙りエビチーズ、ね、シャリハーブですね、かわいい。シャリハーブ、かわいい。だし巻き卵エビで困ってんすね。ね、すごい。で、私が大好きなエビアボカド、はいはい、今日はもうおそらく2分ならば食べます。あ、行っちゃいましょう、2人で。はい、では食べていきたいと思います。まずこちらのとってもかわいいエビチーズちゃん、かっこシャリハーブちゃんです。絶対に美味しいやつ。はい、いただきます。はい、美味しい。無限に食べれます。このサイズ感だし、ね、エビだし、チーズだし、うまっ。すごいですよね、回転寿司ってレベル高い。それでも値上がりはしてますけど、まだ手が出せるお値段だし、まあね、クオリティは高いし。サイレント見た方がいいですよ、絶対ドラマ。展開が早いって聞いてます。なんかもう毎話毎話、うわ、こういう感じで来るんだみたいな感じがあるから。今のところ4話まで出てるんですけど飽きないですね。4話出てるんですか。はい、最終回の頃には社会現象になってます。もうなってますね。もうなってるから多分やばいです。半沢直樹の時みたいな。あ、なるほどね。本当にその視聴率何10%超えみたいな。いただきます。これ食べ方もずっ市場努力されてらっしゃる。現状維持でも素晴らしいのに、こんな新しいなんかだし巻き卵エビテみたいな新メニューまでお作りになられて、サイレントのちょっとキュンキュンしたことだけ聞いてほしいんですけど、直接ネタバレは全然してないんですけど、ネタバレが少しでも嫌な人はちょっとお飛ばしください。どんな感じだったっけ。別々の場所にいてちょっと待っててみたいな時に、パンダスペース落ちるで検索して待っててみたいな感じで男の子が言って、で可愛いから癒されるよみたいな、それで検索して女の子が、ふわごちゃんがちゃんが動画見てて、そこにあの港くんって男の子がやってきて、何匹落ちた、いっぱい落ちたねとか言って、なんかそのゆるい可愛い二人のキュンキュンみたいなのやってくるんですよ。二人の会話ずっと聞いてたいみたいな、そのなんか不女子心みたいなのもくすぐられるし、調べたら脚本家さん私と同い年の女性で、29歳の女性で、
今回が連ドラ初脚本の新人脚本家さんだったんですよ。いや、ま、すごいセンスだわ。私マジで今そのサイレントの脚本家さんにずっと拍手してる。このセリフすごいキュンってくるとか、この一言ですごい来るわみたいな。これはすごいです、ね、すごいんですよ。なんか素敵じゃないですか。直接的なそのなんか元気出してとか言わずに、パンダスペース落ちるで検索してみてとか言って、で次の週は犬猫仲良しで検索してみてとか言って、元気出る動画を見せるためにその言い方してくるんですよ。かわいいってなって、令和の胸キュンはお前俺のこと好きなんだろとか、お前俺に惚れてんだろとか、分かりやすい言葉よりもセンスなんだなみたいな。なるほど。あれは脚本がやばい、ちょっと上手すぎますね。すごいっすね。次の話題です。昨日ディズニーランドに行きまして、一人じゃめちゃくちゃリアルのカップルの現場を目撃しました。というと、なんかパレード見てたら後ろからカップル来て、彼女さんが、え、見たいみたいな感じ、ちょうどやってるじゃんみたいな感じで見てて、うん、隣に来たんですよ、こうやってカップル2人で。結構会話聞こえてて、彼女さんがなんかすごいみたいな、かわいいみたいな感じで言ってて、男の子なんかあんまり、うん、見てるけどみたいな、はいはいはい、あんまりそんなに本当に興味ないんだろうなみたいな、うん、で3フロートぐらい流れたぐらいで、フロート、ね、これまだ見る男の子だったんですよ。で女の子が、え、見たいんだけど、でもいいよ、なんかそんな感じだったら行くみたいな感じになって、うん、男の子が、え、別にそのつもりで行ったんじゃないか、別に見たいんだったら見せたらいいよみたいな、うん、でもなんかまだ見るって言葉がもうダメじゃないですか、うん、でなんか女の子が、何その感じみたいな、え、別にいいよ、え、実行日、私別にそんなめっちゃ見たいわけじゃないし、なんかそれでなんか付け合わせてる感じも嫌だからもう行こうみたいな感じで、横でさ、ずっとなんかキャラクターたちこんな可愛いのにさ、やばい可愛くて横ピリピリみたいな、こんなんなかなか見れないからちょっと楽しいみたいなちょっとだけあって、別に俺も見たいしみたいな、まだ見るかなと思って聞いただけだからみたいな、男の子もなんかムキになっちゃって、で女の子、え、行こう行こう行こうみたいな、お互いね、お互いなんかもうそう意地張りモードに入っちゃって、うん、プーさんとかなんかもな、手振ってるのに、1個何か出現したらバーンっていくだろうなの状態を長く続けてるんですよ。見たいのに行こうって言ってる彼女ちゃんと、多分本当は飽きてるのに見たいなら見なよって言ってる彼氏さんと、はちみつ美味しいなとか言って手振ってるんですよ。海さんがね、横で、そうよ、なんか貴重な経験しました、ね、それはちょっと彼氏が悪いですね。多分割れになかったんですよね、本当に普通に見てて、もともと見る予定がなかったから、多分そのたまたま歩いてたらやってたパレードに、パレード途中から入ってきた2人だったから熱量が分かんなかったと思うんですよ。だから3フロートぐらい流れた時で何の気なしに、あ、これまだ見るみたいな、最初からパレード見たくて待ってた2人じゃないからこそちょっと難しいなっていう。エビアボカドマジ好きなんですよね。一時期なんかエビアボカドにハマって、寿司屋さん行ってエビアボカドだけ食べて帰ってくる時期がありました。当時100円だったから、エビアボカドを5皿頼んだら10貫になるじゃないですか、うん、結構お腹いっぱいになるんで500円で会計して帰ってきてました。500円でお寿司食べれないから、確かにちょっとだけ食べれるじゃないですか、うん、お腹空いてないけどこの後仕事的に何時間も食べれないしなみたいな、うん、いいですよね、うん、うん、うまっ。エビアボカドのお寿司考えた人って結構本当に天才だと思うんですけど、誰なんだろう、最初にエビとアボカド合わせたらやばいよって気づいた人。エビアボカドっていう言葉があるぐらい最強の2人みたいになっちゃってるじゃないですか、うん、最初にその最強の2人に気づいた人がいるわけじゃないですか。エビとアボカド一緒に食べてみるみたいな、やばいかみたいな、うん、その人のおかげで今そのエビとアボカドが乗ってるピザだったりとか、サラダだったりとか、お寿司だったりとかがあるわけじゃないですか、うん、その方に一言お礼が言いたくて、その組み合わせを見つけてくださって本当にありがとうございます。まずエビアボカド考案したから気づいた方にはもちろん感謝しつつも、今こうやってエビアボカドのお寿司として対応してくださったことを本当に感謝しております。どこ寿司さんの、どこ職人さんなのか、どこの広報の方なのかわかんないんですけれども、エビアボカド寿司というものを作ってくださったことにより、私は今日も楽しい寿司ライフが送られています。こんにちは、いただきます。玉ねぎを見せてもらってほしい、皆さん、ん、たまにもしたと思う。たまたま動画見てくれてたら、え、私には言ってくれないんだってなっちゃうか。そう、炎上しちゃいました。ネギにされて、ネギのことはどうでもいいんだね。私が頑張ったのに。まず、難しい世の中ですよね。結構お腹いっぱいです。早いな。まあご飯ですからね。どう行ったろぜみたいな気持ちで来たんですけど、満足度が高いです。もう一個聞いてほしい、はい、昨日ディズニーで地下層みたいな話してる人いて、いいんすか、多分ダメなんですけど、がっつり仮装じゃないぐらい、なるほど、で若い男の子の集団でそれぞれがなんかユニフォーム着てるんですけど、ちょっとした制服っぽい感じとかボラボラなんですけど、一人ブラックポリスみたいな、ちょっとなんか警察官っぽい感じの衣装着てて、仮装まで行かないのか、多分警察官になるなみたいな、なんか思わせるような、何歳ぐらいですか、推定大学生で、その子がスリンキーの帽子かぶってたんですよ、トイストーリーの、はいはいはい、この帽子かぶってて、うん、すごいいいなと思って、なんか犬のおまわりさんみたいな、なんかちょっとそういうセンスを感じましたし、ここから私の想像なんですけど、みんなの制服とか着てる中で、なんでこの子あえて警察官みたいな感じなんだろうと思って考えた結果、多分みん
なプチハロウィンみたいな感じで行くって感じになってるけど、どうしよう俺みたいな、仮装とか見えよみたいな、あんまモチベないよみたいな感じで、全然乗り気じゃないんだけど、うん、なんかないみたいな感じで、うん、多分友達に借りたんだろうなとか思って、うん、まずそのなんか乗り気じゃない、とりあえず借りたみたいな仮装みたいな、まず私一つ燃えるんですよ、はいはいはい、あいいなっていう、なんかまずそれが1ポイントじゃないですか、うん、でその犬のおまわりさんの帽子も多分自分で買ってないんですよ、たまたまパーカールで被り物見つけて、友達がてめえせくり犬かぶったら犬のおまわりさんじゃんとか言って、ノリでまあやめろよとか言って、それで多分ノリで買わされたんだろうなみたいな、それで2ポイントパパって加算しちゃって、グループの中で1人なんかクールな感じだったんですよ、うん、自分がこれをやりたいと思ってちょけてやってるんじゃなくて、おそらくやむを得ずとかみんながそれで笑ってるからみたいな感じで、まあ行ったみたいな感じでやってくれてるって感じなんだろうなっていうところまで私は考察したので、優しいなと思ってそれも使ってあげて、犬の帽子買うってなんだかんだで付き合ってあげる彼氏やなんだし、優しい子なんだなと思って、3ポイント勝てってなって3キュンキュンしました。想像で、いや多分そうなんですよ、考察で分かっちゃったんですよ私。ガチでかお前違うよ、あの子は一人でガチでみんながユリさんに勝つみたいな感じ。一番やだ、だって一人だけプリスだもん、みんな制服みたいな感じだったのに。なんか一人でガチなんですよ。違う、制服ないどうしようみたいな感じで、前日に地元の友達と喋ってて、俺さ今年じゃハロウィンなんかやったやつあるからこれ着ていけよみたいな、なんだよこれブラックプリスじゃん、それも制服だろ、この仕方ねえな、じゃあこれで行くか、はぁ、あ、ですよ、かわいい、ハロウィンやる気ないのに参加してる子かわいいピークの考察は、もしかしたら本当のケースとかなのなわけ、なんでいるの裏を書いた潜入捜査なのかな、じゃあそうあえてね、まさか警察の俺がこんな格好してると思うみたいな、なんかありそう、そういう漫画とかでハロウィンの時期の殺人事件とかで警察のコスプレをしてるとは思わなかっただろうみたいな、そうですよ、ね、あいいじゃないですか、犯人の裏を書いた巧妙な手口、ちょっと味変します、ここからはエミーサイドメニューを頼むの巻きに入ります、うん、てか美味しそう、原宿店限定なんですけどクレープあるんですよ、うわすごいな、高くないこんな感じで、ねすごい、これお店で作ってくれるらしいですよ、うわナメニューミックスソフト生乳ね、生乳か生乳か、待ってでもクレープ食べたいか、ここのクレープ食べたことないな、一回ちょっとアイス挟もうかな、うん、アイスにしよう、いいなアイス食べたいな、こちらの商品は屋台でお作りいたします、準備ができましたらお知らせいたします、取り行くな、なるほどね、入り口に屋台みたいなやつあったんですよね、はいはい、いただきます、うわ何うま、炙りたい、うま、うわすごい、もうすぐクリスマスディズニーじゃないですか、はいはい、寒い時期のディズニーってセンチメンタルな気持ちになるんですよ、というと暑い時のディズニーは気持ちもなんか明るくなって一人で行っても一人ディズニー楽しいってなるんですけど、寒い時になると急になんか寒くてなって周りとかパッと見てる時にあなんか私だけ一人みたいなわけもない孤独感に急に襲われたりとか、みんな楽しそうで私はでも一人みたいな、我に返りやすいっていうなんか私の過去の傾向からあって客層が変わってるとかないんだけど冬の方が焦るんですよね、シンプルに寒いから人肌恋しくてなのか、冷たい風とかが吹き抜けることによって心まで冷たくなってしまっているのか、王子様が早く見つけてきてくれないと本当になんか心が私心になっちゃうよって感じなのか、心が早く心になっちゃう、美女と野獣みたいな、なんかエミリンチャンネルの心のバラの花が枯れるまでに愛を見つけないと、愛が愛なのですみたいなやつなのかな、違うと思います、違うか、食細くなってるかも、今日初めて思った、お寿司もっと絶対食べれたのになみたいな、でっかいアイス待ちます、味変したいんで、最近ちょっと言いたいことあったらメモする習慣ついてて、これ今日討論したい、3人で女子会してて私今彼氏ない状態で2人がそれぞれ彼氏がいるんですけども、1人は彼氏があんま社交的じゃない人で、友達とか私が連れてきたりとか自分の友達に合わせたりとかすごい不愛想でそれが嫌なんだよねみたいな、でもね、うん、私にだけはめちゃくちゃ優しいみたいな、本当になんかその分かりやすい自分にだけ心開いてくれてるタイプみたいな、それ嬉しいけど人とかに紹介しても結構不愛想な感じだから困ってるんだよねみたいな、2人の時はいいんだけどみたいな、なるほどねみたいな、でもう1人の子が私逆なんだけどみたいな、めちゃくちゃもう誰にでもいい顔するからそれがムカつくもんみたいな、典型的な自分にだけ優しい彼氏か誰にでも優しい彼氏の真逆論争始まったんですよ、極端ですよね、それで極端、どっちの方がいいんだろうねみたいな話になって結論出ないまま終わったから今日この結論出したいです、意味ですどうなんですか、誰にでも優しい彼氏か自分にだけ優しい彼氏、これむずいんすよね、誰にでも優しい彼氏は自分が優しいですよね、うんもちろん、屋台で商品の準備ができました、屋台までお越しに、アイスできたの、はい、見て本格的、美味しそう、最高やん、こんなん食べれるのお寿司屋さんで、しっかりしてる、しっかりしてます、でしかもカップ持って待っててくれて来た瞬間にくるくるくるって巻いてくれました、目の前でそういうことなの、準備ってすぐ来れない人もいるだろうしね、だってそこへの配慮もできてます、いただきます、
うまっ。おいしそう。あっさり系アイス、食べやすい感じ。本当に味変にいいわ。ピークは今年甘いものを禁止していて、砂糖は食べないよ。そうです。あと2ヶ月です。本当だ。もうね、もう終わるじゃん今年。そうですね、早いですね。あんま言いたくないんですよ。今年も早かったわっていうのちっちゃい時に、それ言ったら一気になんかおばあちゃんみたいだなと思ってて、そのセリフを言うとなんか年齢化されたなっていう感じになっちゃう気がするから、あんまり言わないとこうと思ってたんですけど、それでも言いたくなるぐらい早いっすよ。マジで早いっすよ。マジで本当に早い。怖いもん。小学校の時の6年間長くなかったですよ。うん、死ぬほど。夏休み来るまでの1ヶ月とか、え、おいしそう。すごい。じゃあとりあえずめっちゃ楽しんでますね。ちゃんと満喫してる。本当に本気ですね。確かに。揚げたて豆腐ドーナツって絶対美味しいもん。豆乳ね。焼き芋の天ぷらとか。エミリーさん、ちょっといいですか。はい。さっきの話どこ行ったんですか。何かしてましたっけ。やば。あ、あれか。思い出した。ソフトクリームで忘れちゃった。悩んだら甘いもの食べたらいいかもしれないですね。っていう結論。演奏いいよくて、誰にでも社交的っていう目には素敵だけど、良すぎたらそれで嫉妬しちゃうとか、逆にそれで女の子を勘違いさせちゃってなんか好きになられちゃうとかは可能性としてはありますもんね。それで言うと自分だけ優しかったらいいかも。まあでもな、そうでも友達とか会わせた時に気まずい感じになるのもちょっとね、難しいですよね。うん、どっちの悩みも分かるから、終始私あるわーみたいな、なんとも言えない相槌言ってました。例が違うかわかんないですけど、友達んちのお父さんとかってわかりません。めっちゃ喋ってくると怖いそう。あー、確かに確かに。一番いい、なんかちょっとだけ喋って奥行くの、いやー楽しんでねみたいな。かっこいいですよね、なんていうか。わかる。いや、てかちょうどいい感じがいいかもしれないですね。一番かっこよくないですか。確かに、ね、元気うんうん、いい感じで喋っていい感じでどっか行くみたいな。わかる。で、なんかまたいい感じにたまにフラッと現れて、これ食べるみたいな感じで、また出てきたりとかしてね。ちょっといいやつね。ちょい喋るぐらいが多分一番いいと思う。ちょい喋り放置が最高ですね。ずっといられてもね。いやー、それがいいです。そうですよね。はい、解決になったなくてすいません。これどっちがいいとか確かにないかも。長所は短所みたいな話だと思うんで、みんな違ってみんないいとは思いますけど。エミアンどっちですか。社交的なんですか。どうしてですか。カリスさんとかの友達とかあったら。やったことないですけど、あんまり緊張しちゃうんですよ。エミリーチャンネルっての知ってる人とかだったら、どういう感じでやればいいかよく分かんなくて。なるほどね。あ、お疲れ様です。めっちゃ人見知り感出ちゃってて申し訳ないなって自分で思うぐらいちょっと人見知り入ってます。なるほど。難しいですよね。マジでなんかお疲れ様です。あ、いつもさんだった。あ、本当ですね。よろしくお願いします。分かりやすく変わってってますね。急に笑顔の作り方分かんなくなっちゃう瞬間があって。あ、なるほどね。以前お付き合いしてた方の会わなきゃいけないの時とかに一瞬だけ会った時に、マジでなんかちょっとめちゃくちゃ人見知りの笑顔をしちゃったなって自分で自覚して、ごめんねみたいな、ちょっとなんかうまくできなかったわみたいな感じで言ったら、うん、確かにこの人も俺なんかしちゃったかなってちょっと気にしてたって言ってたから、それガチじゃんと思って。マジですね。私ガチで苦笑いしちゃったんだ。私はどっちかっていうと社交的じゃない側なんだろうなと思った。一瞬だけ会った人にさ、俺なんかしちゃったかなって言われるの結構ガチじゃん、うん、ガチですね。本当に申し訳なかったやつ。詳しくは男のちょっと二人きりになってみた動画とか見てほしいです。面識のない男の人で仕事とかが関わってる中で共通の話題がなかったら話すことがないんですよ。私の中で男性経験とか多くないし、体の関係とかじゃなくて男性と喋る経験の男性経験で、はいはい、一番難しい。彼氏の友達と何喋るんですか。共通の話題もないし、その一瞬のなんかちょっと会わなきゃダメみたいな感じだから、なんかどこまで深い話とかさ、どこまで聞いてもいいとかもわかんないし、めっちゃ話すのも違うじゃないですか。その彼氏もいる前でなんか私はまだあんまないけど、友達にめっちゃ紹介したいみたいなタイプの方もいるじゃないですか、はいはいはい、私もだったら多分本当にもう大丈夫ってなりそう。でも友達にめっちゃ紹介したいっていうタイプの男の子を本気で次になって、この方とお付き合いした場合、私はどうやって紹介されるのがいいんだろうって、なんか紹介され方わかんないですよ。俺の彼女って、あ、初めまして、あ、はじめまして、誰々かよく話聞いてます、ありがとうございます、終わりじゃないですか。何話すの、ここから。練習しようないですもんね。うん、彼氏によって違うし。マジそれ紹介もよくわかんないし、なんで紹介するの。確かに、なんで紹介するの、うん、それで言うとさ、私さ、今後一つの敗因になりうる可能性な気がする。それが自分の友達に紹介しづらい。だって現に女子会で友達に紹介しづらいのが困るんだよねって悩んでた女の子がいたわけじゃないですか。逆に言われる可能性が私はある側ですよ。なるほど。むしいですね。うん、アイスは眠くなっちゃった。コアパンをつけるとしたらスヤーです。でも寝てるんですか。眠いじゃないですか。そうです、ね、言ったかな、全部ピー君に言いたいこと。どうですか。ちょっと待って、思い出すわ。終わります。では行きましょうか。皆様、リップラポンのお時間です。わーい。5回で1回なんで3回はできそう。行きます。じゃあ、おー、すごいすごいすごい。金魚すくい、あ、頑張れワンちゃん。すくえるか、すくえるか、頑張れ。取れたの。でも、え、行った。かわいい、この顔。外れ。
このびっくりマークつけなくたっていいのに。悔しいですね。悔しい。まだあるんで。またダンキングスク。さっきの映像じゃないこと。今度は頑張れワンちゃん。ワンちゃんですかこれ。ワンちゃん。今度とかよ頑張ってほしい。お。いけた。いけた。これは絶対いけてるさすがに。テロロンって言ったもん。あ、出た。あ、いけた。あ、そっちもあると。あれですね。ドキドキ演出なくなっちゃったのかな、ね、缶バッジです、かわいい BTS だ。ファンの人からしたら名刺入れ集めたい人とか大変だろうな。確かにな。お金払うからガチャガチャやらせてと思うだろうな。うん。あ、おでラストゲーム、あ、なにこれ、射的射的。あ、頑張れお姉さん、綾波レイみたいな人、もう悪いやつあれを狙うわよ。射的聞いた。あ、頑張れ。お、あ、あ、あ、え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 、それはダメでは。来たら大人やで。え、ほんまに来たら大人やで。めっちゃ悪いじゃん。あと3枚飲んで終わりですか。あと2枚食べたら行きますけど。やりたくなっちゃうじゃん。そういうもんですよね。ね、あと1枚ちょっとやりましたけど、でも2枚だもんな。お腹いっぱいです。あら、お腹いっぱいの時に無理に食べるのって良くないって法律で決まったって聞きました。というわけで楽しかったです。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。どういうこと。おやすみなさい。どういうこと。